トニー・ヒラーマンは、アメリカ合衆国の推理作家、ノンフィクション作家。代表作は、ナバホネーションの警察を主題としたシリーズ。複数の作品が映画化やテレビ映画化されている。諸女作、たたりは、トニー・ヒラーマン表記。オクラホマ州、セイクリット・ハートに生まれる。第二次世界大戦では、第103不評師団で、迫撃砲手として従軍し、その戦考により、 シルバースター、ブロンズスター、パープルハートショーなどの勲章を受けている。1948年から1962年までジャーナリストとして働き、修士号を取得。1966年から1987年までニューメキシコ州アルバガーキのニューメキシコ大学でジャーナリズムの教鞭を取りながら小説の執筆を始める。 2008年に亡くなるまで、アルバカーキに妻と住み続けた。ベストセラー作家であり、1996年には、ニューメキシコ州の長蛇番付で、第22位にランクインした。著作は50冊近くに及び、代表作のナバホシリーズは18冊、南西部の美しさや歴史について書かれた、回顧録なども含まれている。デンマーク語や日本語など8カ国語に翻訳されている。 アルバカ・アーキにあるトニー・ヒラーマン図書館ホピ族、ズーニー族、ヨーロッパ系アメリカ人、ナバホネーション警察などの文化を細部まで描く作品は注目されている。ノンフィクションでもフィクションでも南西部の自然の偉大さや、その住民、特にナバホ族について正しい理解を得られるよう描かれている。ヒラーマンの作品のうち、ミステリーはフォーコーナーズを舞台としている。主人公は、 ナバホネーション警察のジョー・リープ・ホーンとジム・チー。リープ・ホーンは、諸女作、タタリで、初登場した。第2作、死者の舞踏場は、アメリカ探偵作家クラブのエドガー賞長編賞を受賞した。1991年には、MWA の巨匠賞を受賞したほか、コヨーテは松で、ネロウルフ賞とナバホネーションスペシャルフレンズ・オブ・ディネ賞を受賞した。初期の作品群は、 イギリス生まれのオーストラリア人作家、アーサー・アップフィールドのアボリジニを主題としたシリーズ作品から設定を借りていることを認めている。1928年から刊行されているアップフィールドの代表作のシリーズの主人公はヨーロッパとアボリジニのハーフのナポレオン・ボナパルト警部で部族の伝統に深い理解を持っている。彼の人となりはアップフィールド自身が オーストラリアの奥地にいた時に出会ったアボリジニのトラッカー・レオンという人物が元となっている。2008年10月26日、呼吸不全によりアルバカ・ーキにて83歳で死去した。アルバカ・ーキにはヒラーマンに敬意を表して名付けられたトニー・ヒラーマン中学校やトニー・ヒラーマン図書館がある。ナバホシリーズには共通のテーマや要素が多く存在する。 ディープホーンや地位が、ナバホ族に対する態度にその多くが現れている。ディープホーンは伝統に懐疑的なところがあるが、呪術について真剣に報告している。魔女は信じていないが、警官になりたての頃に、スキンウォーカーを信仰する男が3人を殺害した事件を経験し、魔女信仰は問題であると考えている。ありがとうございます。